私の多分みんなの踊ってるか分かんないですけど大好きな安定のあの方が来てるかなですね、どうだろうかな、あ、けいちゃんです。そこからお願いします。みなさんこんにちは。こんにちは。まあなんて良い子がいっぱい集まってるんでしょう。元気なご挨拶ありがとうございます。本日イベント皆さん盛りだくさんでしたけど楽しんでいただけましたか。楽しかった人、楽しかった人、まあなんて良い子が集まってるのかしら。2回目のコメントですけれども、ちなみにですね、本日ここ新永田地区はさまざまなイベントが開催されていまして、私実は、ここから南に下りましたアグロガーデンさんでワンちゃんのイベントが開催されてまして、実はアグロガーデンさんの2階のペットコーナーに行くと嫌になるほど私の声でワン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 ダホーニャン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 ダホーと流れているんですね。そのご縁もありまして本日はワンダフルコレクションというイベントの方の司会に行ってました。先ほど4時少し前にステージを無理やり終わらせまして私の都合により無理やり終わらせまして、あら暗くなってきたから終了と伝えてこちらに飛んできた次第でございます。さあ盛りだくさんでお届けしてまいりましたが、とうとうステージイベントは最後となってまいりました。ニコ生中継ご当地萌えキャラシューファイターやニョロボーティスクのショー、そして広角機動隊やご当地萌えキャラをはじめとするグッズの販売撮影会など盛りだくさんな一日、そして何よりたくさんの方々のお口から唐揚げの香りがしております。ありがとうございます。さあ一日神戸ポップカルストリートいまいち燃えない学園祭、お楽しみいただけたでしょうか。名残惜しいですけれども、けいちゃんも到着したところで最後のステージは、この方と一緒に進めたいと思います。けいちゃんの大切なパートナー、ラジモエちゃん。マイクいる。はい。あー、ちょっと出るタイミング失ってさ。そこでピョン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 してるなと思っていたんだけども。はい。髪ぐちゃぐちゃすぎて見えへんわ。ね、読む気ないんやったら読まんでたんでね。基本にけいちゃんが持ってればなんとかなるというね、コーナーですから大丈夫です。さあ。名残惜しいけれども最後のステージということになりましたけれども、はい、ここからねこれだけたくさんの方に集まっていただいたので、最後の学園祭開催する開会宣言をラジモエちゃんにお願いしたいと思います。はい、それではラジモエちゃん開会宣言をお願いいたします。ラジモエタイム、イエーイ。だって書いてんねんもん。またそういうこと言う。とっても可愛くできたんやから書いてるとか言われたとか言わなくていいんですよ。はい、さあラジモエタイムということなんですけれども、今日もね夜になるとラジオ関西さん23時30分からいまいち燃えないラジオをお届けするんですが、お届けしているのは私ケイちゃんとラジモエだよね。そして最後に、最後にちょっとだけ噛みながら出てくる我らの素敵なメンバーがいますので、残りのメンバーにも登場してもらいたいと思います。さあいまいち燃えないラジオに出ていると自分で思う方はステージの方に登場してください。米沢先生はいいですよ。米沢先生は大丈夫です。はい、さあ、女の子限定というところでね、バタバタガタガタしてますけども、はい、あちらから客席側からということですね、出てきていただきましょう。今日どうでした一日。最後めっちゃ眠くなった。素直で良いということにしておきましょうか。さあさあ登場してくれましてよ、グググググググっと寄っていただきましょう。さあ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 、あ、れいちゃんも来たね。はい、れいちゃんも来ましたよ。さあ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 、さあ、どこだ。動きが噛んでるけど大丈夫ですか。さあ
それでは改めまして、もう最後のステージとなるので、今日大活躍してくれた、イマラジのメンバー皆さん紹介していきたいと思います。じゃあ端っこから自己紹介お願いします。はい、ラジモエ2代目ラジモエ隊の静香です。今回今萌えじゃなくてずんこちゃんやらせてもらってます。よろしくお願いします。イエイ。架空のカオリンロボがこんなことになりました。カオリンロボです。はい。あ、最後です。はい。初めてなので緊張してるんですが、これからよろしくお願いします。イエーイ。足がバタバタしてますよ。はい、はい、2代目はもうラジモエ隊のルナーです。今回はナーダセブンティーンという何ナッシーナガタのキャラクターさんをやらせていただきます。お願いします。お願いします。キャラクターさんをやらせてもらってるんですね。永田のね、ナータンが可愛く燃えちゃいました。そしてもちろんお届けするのは先ほど到着しました、すいません、私ケイちゃんとラジモエです。よろしくお願いします。さあ、そしていつものメンバーが揃ったところで、本日特別ゲストにもこちらのステージに登場していただきたいと思います。はい。ナータンが永田の、キャラクターが燃えちゃったよということなんですが、神戸の西区にもトントンウエストンとね、今日大活躍した、キャラクターがいましたけど、何やら西区のウエストンも燃えてしまって、ウエストンガールが誕生したようです。今日もみんなね、たくさんお写真も撮ったから知ってると思いますが、改めてご紹介しましょう。ウエストンガール、まえち、拍手でお迎えください。はい、今日は西区のウエストンのキャラクターのウエストンガールをやらせていただきました、まえです。お願いします。イエーイ。お願いします。勢ぞろい感が半端ないよね。そうですね。なんか勢ぞろい、勢ぞろい、なんやろう、違うグループに若干見えるな。大人な事情をちらっと言ってしまいましたけど、なんかな、なんやろ、それではどうぞって言ってなんか撮影行きたいような気もするんですけれども、あの曲やあの曲が頭の中を回っております。さて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 、ウエストンガール毎日に登場してもらったんですけども、実はウエストンガール今日初登場ということなんですが、今ラジには毎日かなり前から協力してもらっていて、そうね、知ってる人はいるかも。知ってるかな、ね、何で協力してもらってるか知ってますか？ダンスの振り付けをまえちゃんが全部考えてくれてるんですよね。そうなんです。そうそう、かわいいなぁ、めっちゃかわいいやん。かわいいですか？いつも褒めてくれないのに。かわいいな。ありがとうございます。イラストで見てたんですけどもね、あのウエストンガールどんな子がどんな風になるんやろうと思ったらバッチリですね。はい。そうね、ナイステンガロ、ナイステンガロ、2回届きましたけどもね。はい。さあ、そのいまいちもいないラジオではオープニングテーマをラジモエちゃんが歌ってるんですけれども、その時にとっても可愛らしい振りがあります。その振りをまいちが作ってくれてるということで、番組でもオープニングに流れているいまいちもえないをぜひこのステージで振り付けをしたまゆちも交えて、そうするんですね。ちょっと眠たいから頑張るよ。あのまゆちぜひキレッキレに踊ってくださいね。ほんまはこうやみたいなところ。あ、そうそう、ほんまはこうなるんですよ。みんないまいちやけどほんまはこうやみたいなところをね、ぜひぜひ皆さんには楽しんでいただきたいと思います。さあ、それでは準備の方に入っていただきましょうかね。じゃあこの髪持ってて、せやね、けいちゃんこの髪持っとくね。あ、はい。どうしようかね、うちここで、あのね、まえちゃん、はい、下がるの、なんかちょっとあれやん、いやな、ね、ーいいですか、はい、じゃあ皆さんでこの今日やってきたみんなで全員でやります。いまいち燃えない。
ったね。助かったよ。また踊ろう一緒に。ね、あけちゃん帰ってきた。はい。あれ、なんか見たことある感じがする。あの、なんか聞いたことある掛け声が聞こえた気がする。なんか久しぶりにええもん見れたみたいなね気分になってる方も多いと思います。可愛らしい振り付けと、そして可愛らしいデタッチで真ん中で笑顔いっぱい踊ってくれました。みんな大好きなウエストンガールまいち、今一度大きな拍手をお送りください。はい、ありがとうございます。さあ、それではまいちにはここからグダグダしたコーナーを楽しんでいただくためにですね、ちょっとステージの下の方で楽しんでもらいましょうかね。はい、ありがとうございます。あ、はいはいはい。さあ、というわけでですね、なんだろう、なんか甘酸っぱい気分になりましたけれどもね、非常に今回はカラフルないまいち燃えないオープニングテーマをお届けすることができたのではないかと思います。さて、番組といえば何やらグダグダと進行するというのが、目的ってわけじゃないんですけどもね、メインとなっております。ここからちょっとね、はい、みんなでこう余興というか何かコーナーをやっていきたいと思うんですけれども、はいはい、何をしましょうか。カオリンロボでもいじくって遊びたいと思います。棒読みやないかーい棒読みやないかーいスタッフさんも考えてくれてるからね、これきっと。もうね、読まんで、読まんでいいな。君に紙は渡さない、これ。そうそう、はい。では、スタッフさんのご意向により、ここからはカオリンロボでもいじくって遊びたいと思います。さあ、いじくるといってもカオリンロボ、実は自分で勝手に動いてるロボットという感じもするんですけれども、どのようにいじくりましょうか。なんか、長い文章を用意してもらってるんで、その長い文章読んで、何回噛んだか何回噛むかを予想してもらうみたいな感じですよね。なるほど、皆さんがラジオを聞きながら数えてるあのコーナーをここで当たった人にはプレゼントらしいよ。なんか何プレゼントするの書いてないでけいちゃんが荷物を多くして帰ってきたというお気づきでしょうか。今からですね、カオリンロボには、ちょっと漢字がいっぱい入っているような長い文章を用意しているので読んでもらいます、その文章を読む間に何回噛むかを皆さんには予想していただきます。噛む回数なんですけれども、このゲームに参加できるのが約50名ほどということに限らさせていただきますので、漏れた方は心の中で数える方に、従事していただきたいと思います。どうですかね。ですね、0回から5回くらいというのと、6回から10回ぐらい噛む、11回から15回ぐらい噛む、15回から20回、何言ってんのやん、カオリンロボやで、21回以上噛むやろうと思われる方にジャンルを分けたいと思います。文字数と同じだけかも、ということは21回以上ということでね、エントリーしてください。さてですね、エントリーの方なんですけれども、こちらに、紙の方を今スタッフが必死で作ってきてくれました。0回から5回とかって分かれているので、後でみんなに配ってもらいます。0から5はありえへんな。はい、香りの奥なんでいいよ。さあ、はい、では、どんな文章かというのを先に皆さんにお伝えしたいと思います。カオリンロボに読んでもらう原稿は、今回のイベントにちなみまして、じゃん、広角機動隊のあらすじを読んでもらおうと思います。無理や。はい、じゃあね、ナータンちょっとこっち持ってもらっていいですか。どんな文章なのか、これで私が噛んだらえらいことになってしまう。ケイちゃんがね、ケイちゃんが実践してくれるからね。どんな文章なのか、一応お手本ということで読ませていただきます。はい、広角機動隊のあらすじ。ちょっとかっこよく言った方がいいですかね、広角機動隊なので。それでは読めます。
時は21世紀第3次核大戦とアジアが勝利した第4次非核大戦を経て世界は地球統一ブロックとってごまかす人も久しぶりですけどもね。すいません、もう一回やります。ごめんなさいね。いきます。攻殻機動隊のあらすじです。時は21世紀第3次非核大戦とアジアが勝利した第4次非核大戦を経て世界は地球統一ブロックとなり、科学技術が飛躍的に高度化した日本が舞台。その中でマイクロマシニングを使用して脳の神経ネットにデバイスを直接接続する電脳化技術や、義手義足にロボット技術を付加した発展系である擬態化技術が発展普及した。結果、多くの人間が電脳によってインターネットに直接アクセスできる時代が到来した。生身の人間、電脳化した人間、サイボーグ、アンドロイド、バイオロイドが混在する社会の中で、テロや暗殺、汚職などの犯罪を事前に察知して、その被害を最小限に防ぐ内務省直属の厚生公安警察組織、公安9課、通称、攻殻機動隊の活動を描いた物語。長いなぁ、めっちゃ長いよ。めっちゃ長いよね、これ。ブロックを噛むとは思わなかったんで結構な衝撃を受けてしまいましたけども、こちらの文章ですね、カオリンロボに読んでもらいたいと思います。さあ、それでは皆さん予想していただきます。カードの数に限りがありますので、こっちのメンバーが手を挙げてる人に自由に紙を配るかもしれませんけども、ご愛嬌だと思ってください。そう、一応誰か0から5持ってるのが、はい、6から10持ってるのカオリン、はい、うちが11から15、はい、私が15から20、あのレイちゃんが21回となっています。そしてですね、こちら当てた方にも必ずとも景品があるとは限らないんですね。本当いまいちでしょ、ごめんなさい。毎回おなじみの昔のイベント T シャツ、神戸ポップカルチャーフェスティバル2013年9月でございます。余ったからやろ、絶対余ってないよ、ただ S サイズしかないんだよというで、こちら袖で数えたところ9着しかございません。あ、8着かな。なので当たった方の中で後ほどじゃんけん大会か何かでお渡しするという、まあ何も決まっていないようなゲームですからね、お気楽にご参加ください。それではカオリンロボ攻殻機動隊の文章、何回噛むかな。さあ、0回から5回カオリンはもう神やしないと思う方、手を挙げてください。いません。お一人、ありがとうございます。カオリン仕込んどったんじゃん。違うよ、違うよな。おーい、さあ、おーい、静かに帰っていかれました。もしも5回未満だった場合には彼に T シャツを全てあげましょう。そしてみんなはナイス予想、ナイス予想とにじり寄って T シャツをもらってください。続きまして、6回から10回ぐらい噛むんじゃないかなと思った。嘘やろ。ラジオ聞いたことある？何やったっけ、あ、めっちゃ何やったっけ、あのめっちゃ前ら辺にやったやつ、もう、なんだっけ、カタ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 みたいに喋りますもんね。はい、みんなが英語って言うから。さあ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 、後ろの方でも手を挙げている方に、これね、あのカオリンを慰めるために手を挙げてる、もう当たる気はゼロですからね。カオリちゃんの説明してる時も、あったじゃないですか、私はしこりめっちゃ噛んでたやつ。あれ、なんなんって思う、カタカナ、練習ではやめててん、噛まずに。難しいな。さあ、カオリン帰ってきましたか。 OK です。ではこのあたりから本格的な数字に入ってまいります。11回から15回ぐらいでまあいけるんじゃないかという方。お、増えた増えた。ちょっと待って、絶対足りんやろ、いけるこれ持ってて。途中で紙がなくなることもあれば
ますけれども、その際はもうあの5回未満を心で願っていただきまして、彼から T シャツをもらっていただくという方にね、スイッチをチェンジしていただきたいと思います。さあ、なんとアナログなイベントなんでしょう。さあ、屋外イベントでね、ちょっとケイちゃん厚着してるのでもうフラフラなんですけどね。はい、ダバダバ汗が出てきましたけれども、さあ、2枚ぐらい、ごめんね、途中まで時間が切れてしまうかもしれないです。紙の方は皆さん大事に手元に持っておいてくださいね。6から10は余ってます。0から5余ってます。ケイちゃん、1人やね。はい、 T シャツ差し入れ、 T シャツの差し入れが入りましたよ。すげえ、かっこいいですよ。もう噛んでますけど大丈夫ですか。こうと書くの間にスペースはないのでよろしくお願いいたします。さあ、このあたり狙いどころではないでしょうか。続きまして、15回から20回くらいだと思う方、さあ、ナータに配っていただきます。なくなっちゃった、うちなくなっちゃったね。みんなすごい、ちょうど人気のゾーンのカードを。あ、いけますかね。ごめんね、ナータン T シャツ持ったままお買い物途中みたいになってますけど、大丈夫ですか。大丈夫ですか。え、これ何これ何、広角機動隊、ほら言える、広角機動隊の T シャツも追加されたので約10名の方かなに T シャツが当たると思います。さあ、ナータンことルナが券を配っています。それでは最後ですね、21回以上、もうなんなら文章として聞き取れないだろうという方は手を挙げてください。はーい、はーい。さあ、番組のね、名物となりました香りんロゴが何回噛むのかをまさかのイベントで行いたいと思います。最近でも噛まんくなったよね。そうなんですよ。最近カタカナない。あ、スギちゃんがさ、ちょっとカタカナ減らすから。最近ね、そうそう、スギちゃんの優しさが微妙なところでロボ化してないというところにもなっていますけれども。さあ、21回以上の方に券を配り終えて、まだいるかな。21回以上の方。OKですか。ですか。21回以上、以上ですね。さあ、それではよろしいですか。はい、メンバーがみんな帰ってきました。それでは大変長らくお待たせいたしました。我らがカオリンロボが何回噛むのか、何回噛んだかを数えるのはカオリンロボになぜか微妙に厳しいラジモエちゃんに数を数えてもらいましょう。さあ、ラジモエちゃんが、ラジモエちゃんが最後に何回と言ったものは揺るがないですからね、皆さん。皆さんが数えてる数と大きな差があった場合も彼女が神でございます。よろしくお願いいたします。それでは、カオリンロボよろしいでしょうか。はい、ケイちゃんみたいにかっこよく、ちょっとかっこよく、はい、ちょっと早めで頑張っていきましょうか。早めケイちゃんでも噛んだやん、はい、1回な、ごめんな、うん、それでは、はい、カオリンロボに呼んでいただきます。レディーゴー。時は21世紀第3次核大戦とアジアが勝利した第4次核大戦を経て、世界は地球統一ブロックとなり、科学技術が飛躍的に高度化した日本が舞台。その中でマイクロマシニングを使用して脳の神経ネットにデバイスを直接接続する電脳化技術や義手義足にロボット技術を付加した発展系である機体化技術が発展普及した結果、多くの人間が電脳によってイグアンドロイド、インターネットに直接アクセスできる時代が到来した。生身の人間、電脳化した人間、サイボーグ、アンドロイド、バイオロイドが混在する社会
会の中でテロや暗殺、汚職などの犯罪を事前に察知してその被害を最小限に防ぐ内務省直属の厚生公安警察組織公安9課通称広角機動隊の活動を描いた物語。イエーイ。もしかして、もしかして、さあ、ずんこちゃんの判定は手をパーにした5ということですが、この方は普通の方とはちょっと違います。私よく知っています。さあ、ラジモエちゃんは何回カウントしたでしょうか。ちょっと分からへんくなってな、途中で。多分、8、9、10ぐらい。絶対嘘やろ。嘘や。え、ほんまですか。ちなみに10回以下だった方、10回以下だったなと思う方、たくさんいらっしゃいます。嘘やろ。じゃあ5から10、8、9、10という。じゃあ私が渡したやつかな。6から10の人。はい、6から10の剣を持っている方。なんか嬉しくないねんけど、どうしたらいい。じゃあカオリンロボから T シャツを配っていただきたいと思います。あ、じゃあね、みんなで配りましょうね。はい、手を挙げている方に配っていきます。1人2枚ずつぐらい持ってもらおうかな。10枚ぐらいあるのでね。これね、 T シャツ機動隊のどうしましょうか。何名ですか。もう一回手を挙げてもらっていいですか。11かな。誰か運とか言って。T シャツちょっと数数えてみようか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1人残念。ごめんなさい、もう一回転校してもらっていいですか。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ちょうど11か。すいません、 T シャツをどうにかもう1枚いけますか。 あるそうです。ではですね、イベントが終わりましたらそのカードと引き換えにしますか。そうしましょうか。はい、そうですね、今待ってる方もたくさんいらっしゃるので、ではそのカードと引き換えということで、最後に T シャツ、メンバーからお渡ししますので大切にお待ちください。外れた人は、外れた人は残念。外れた人は残念。カオリン頑張ったなという気持ちをね、お持ち帰りいただきたいと思います。頑張りました、カオリン。ありがとうございます。さあ、妙なステップを踏みながらカオリンが広角機動隊を、上手に読み上げたところで、そろそろ全てのイベントも終了。こんなんで終わっていいかな。大丈夫なんかね。はい、全てのイベントが終了となります。さあ、ここで皆様にとっても大切なお知らせがあります。年が明けた来年1月12日月曜日の祝日、成人の日、三宮の神戸バリットにていまいち燃えないラジオスペシャルイベントをお届けいたします。はい、いろいろ考えてるね。そうなんですよ、今日のステージでは出し切れなかったあんなことやあんなことやあんなことを皆さんにお届けできたらと思っています。決まってないんだ。徐々に決まりつつはあるんですけれども、そして、今回この今ステージに立っているメンバーだけではなく、このいまいち燃えないライブは太陽と虎の唇お化けこと、松原くんも登場してくれる予定です。そしてたるみのスター、神戸アンプのシロさん、西口やったっけ、西口限定のスターね。そして最近
だいぶへこんでしまったという噂もあるんですけども、渡辺フラワーのくまちゃんに、ね、登場していただく予定となっています。会場がライブハウスということで、音楽にまつわるゲストの皆さんがたくさん登場するので、生ライブなんかもお届けできるかなと思っていますので、ぜひともお楽しみにお待ちください。トークと歌と、それからゲストの方をむちゃくちゃに言うというコーナーがご用意されているようですので、それまでラジモエちゃんのコンディションを整えたいと思っております。チケットをもう手に入れたよという方はどれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。マジ？ありがとうございます。だいたいメインがマジっていう時点でだいぶ不安がよぎるんですけれども、この後ですね、まだチケット持ってないよという方にはチケットの販売会を行いたいと思いますので、もう買ったけどなんやねんという方は、お友達の分とかお母さんの分とか、そう、恋人の分とかそうですね、来年1月12日にできているであろう恋人の分とかですね、ぜひお買い求めいただければと思います。参り料金は2000円となっています。ちなみに、バンドの生演奏でまだ発表していない新曲をその場で披露しようかなと思っておりますので、まだ、歌録音もしてないへんけどな。そうだ、録音もしてへんし何も決まってへんけど、はい、第1回目が一番危うくて一番面白いというところですね。あーできてないなーみたいな感じのね、演奏とかも、楽しんでいただきたいと思います。ということで、全てのイベントが終わりましたら、1月12日のライブのチケットの販売会と、そして先ほど当ててくださった方には CD のお渡しをしたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。それではそろそろイベントは終了ということですけども、まあ最後はこれで終了したらいいんですか？これで痛いな。あともう眠くなってきたから眠いけど、あれ息なんですか？結構押してるんで、もうなしなのかと思ったんですけど、いやそんなん大丈夫やって、はい、大丈夫、はい、痛いすいませんラジモエちゃん歌わないね、もう。すいません、ラジモエちゃんじゃないんですけれども、うちのね、お母さんのケツを歌う。お母さん、聞きました？寝る倍なんですけどね、はい、それでは、何歳聞く？ラジオ聞いていただいたらしょっちゅう年齢出てきますので、ぜひお楽しみくださいさあ、それでは、私の可愛いいまいち萌えないラジオのメンバーと一緒に番組の最後に流れているエンディング曲を、生で皆さんにお届けしたいと思います。みんなのお母さんになった気持ちで歌っちゃうぞそれではよろしいでしょうか？はい、袖で一日頑張ったよね先生、最後のスイッチをお願いいたしますはい、素敵な曲を作ってくれた米先生がスイッチを押してこの曲がスタートいたします。私だけの宇宙。
朝の10時から喋りっぱなしで声がカッサカサでしたけどもね申し訳ございません。来年の1月12日は今日お届けした楽曲いまいち燃えない私だけの宇宙、そしてカオリンの方も曲の方をね皆さんに披露しましたけれども、来年はこれにさらに新しい曲が加わって生バンドで、あ、ギターとか演奏するんじゃないんですか。え、それ言っちゃうな。するんじゃないんですか。いや、この子ね、言わないとね、微妙にやめはるんですよえ、忘れてきたとか言うんでね、ちょっと練習してますよ。はい、ちょこっと練習するっていうことはね、ちょっと弾いて、あとは弾かないかもしれないですけどもぜひそのあたりもお楽しみにお待ちいただきたいと思います。では、この後はその1月12日のイベントのチケット販売を行います。販売場所はスタッフさんどこになりますかね。どこになりますか。あ、はい、客席左手後方でチケットの販売を行います。ステージを終えたメンバーがすぐそちらの方に行きますので、もうチケット持ってるよという方は来年の1月12日までにできてる彼女の分を買ってくださいそれではいまいち燃えない学園祭、お届けしたのは端からマイク回そうか。あ、静かと静かちゃん